地図ベネッセハウスは、香川県香川郡直島町にあるホテルを備えた、現代美術に特化した美術館。海外で、最も知名度の高い日本のリゾート施設の一つ、ベネッセアートサイト直島の中核施設である。瀬戸内海の小島、直島の南部、通称、琴団地と呼ばれる地区に位置する。福武総一郎の依頼で建築家、安藤忠夫が、 全体設計した直島文化村、プロジェクトベネッセアートサイト直島の中核施設。丘の上の本館、ミュージアム棟胸は1992年、宿泊専用棟、オーバルは1995年、海辺の宿泊専用棟、パーク、ビーチは2006年に開館した。自然、建築、アートの共生をコンセプトとして設計されており、館内のミュージアム、共有エリア、 客室はもとより、ミュージアム胸とパーク胸を結ぶ林間、浜辺まで芸術作品の展示スペースとなっている。屋外展示作品の大半は、作家が当地で制作した作品である。コンデナスト社が発行する、旅行誌、コンデナストトラベラーのセブン、プレイシズ・イン・ザ・アールド・ユ・ーシュットシー・ネクスト特集で、取り上げられたことをきっかけに、 世界各地の新聞や雑誌で紹介されており、海外での注目度も高い施設である。ミュージアム、オーバル、パーク、ビーチ大竹新郎、シップヤードワークス、カットボー1990最国境、文化大根浴直島のためのプロジェクトがわらの、ドローイング1998、タイムエクスポーズド。 次元広し http コロンスラッシュスラッシュ www.jnto.go.jp スラッシュイングリッシュスラッシュロケーションスラッシュリージョナルスラッシュ香川スラッシュ NAOSHIMA.html ジェームズ・ボンドシリーズの小説赤いレズミの男で G8 サミット会場として実名で登場したこともある AB ベネッセハウスミュージアムアート ベネッセアートサイト直島2020年2月12日へ閲覧ありがとうございます。